はい、どうも、くんたんです。ということで、このフランケの中の卵を解除していきたいと思います。はい。こっち側か。羽がいっぱい。さて、はい、この子やります。はい、よし、はい、体重測ります。はい、ゲットしててね。はい、814g。 いいですね。重くもなく軽くもなく、ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、おへその方をイソジンで消毒しましょう。これちょっとね、じっとしててね、ごめんね。はい、ひっくり返したいの嫌いみたいでね。ちょいちょいちょい、イソジンの匂いが毎度コニタンは好きかもしれない。はい、この子は40番です。毎度ともちゃんにコニタンが締める首はちょっときついよって言われる。そんなつもりはないんだけどさね。ちょっとごめんね、ごめんね、ひっくり返さないの嫌いだよね。でもね、足バンドつけないとね、足バンドつけないとね、足が曲がったら大変だからね。待って、はい、待って待って、ここにちゃんと映ってんの。今日ともちゃんがお休みなので僕がやらないといけないんですよね。はい、ということで、ちょいちょいと雌雄鑑別の方に移りましょうか。ここで突起が見えるから男の子だな。40番男の子です。バケツ使えば映るかも。この高さなら映る。よし。パリパリってね。昨日箸打ちが始まっていたらしいけど、まだ全然出てこれていないので、ヒューヒューってかわいい。ね、命の誕生はどんな動物でも美しいものですよね。おっと、見て、かわいいお目目が出てきた。くっさ、くっさいね。くっせえくっせえくっせえわ。パロン、こんにちは。はい、誕生。なんかチートスの匂いがする。チートス、みんなチートスわかる。はい、生まれたばかりですが体重を測っていきます。当てるかな。はい、828g。 828g 解除。この子はナンバー41になります。はい、はい、イソジンの方で例のごとくね、ちょいちょいさせてね。ちょい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 、ごめんね。どんな子でもどんな子でもね、ひっくり返されると、あれ、ビビっちゃうね。
今回なんかもちっとしてる。41番はい、彼は41番、いや彼、彼女まだわからないけど41番の子です。一人でさ回してるとさ、画角がさちゃんとアングルの中にさ、この子と僕が入ってるのかどうかがちょっとねいまいちわかんないよね。いつもポニタンは、トモちゃんのね、トモちゃんの姿をカメラに映す役割を担っているわけなんですけれども、まあ、どうしてもトモちゃんがお休みの日はこういうことをねやらざるを得ないということで、はい、自由鑑別。この子は突起が見えないからメスの女の子かな。この子も出てこれそうだから解除します。ピーピー言ってる、ピーピー。はい、じゃん。ヒューヒュー言ってるよ。これヒューヒュー言っちゃってる。見えるかな。もうちょっとで出てこれそうです。ダチョウの卵の殻ってさ、こんなに熱いのよくこの子たち自分のくちばしやら足やらで穴を開けて出てこようとするよね。すごいと思う。初めて見るのが親だと認識するのであれば、僕はパパです。パパだよ。なんかさ、他の鳥の赤ちゃんとかはさ、なんか生まれてから全然あれだよね。こんにちは、ぴょろん。いいね。じゃーん、生まれました。ヒューヒュー言ってます。イソジンでちょびちょびやりますね。おへそからバイ菌が入ったらあれなので、イソジンの消毒が大事ですね。はい、体重測りましょう。ね、おはよう。座れるかな。はい、 815g。 はい、おはよう。ハッピーバースデー。ね、野生で生まれたダチョウの赤ちゃんは、なんだろ、すぐに立たないのかな。でも、すぐ立たないとさ、なんか、獲物認識されて、いや、悪いやつに食べられちゃう気がしない。馬とかさ、キリンとかさ、なんかすぐ立つじゃん。はい、ごめんね、ひっくり返しちゃうよ。ムチムチだね、かわいいね。ダチョウのね、ヒナには、ヒナのお腹の中にはね、卵黄が、卵の黄身が蓄えられてまして、そのおかげで、ヒナは数日間は物を食べずに生きていけるんですね。ハッピーバースデー。なんかみんな 800g 台で大きい子が多いな。はい、またこの子を例によって出します。卵殻もさ、熱いことはさることながら、この何、卵のこの、わかる、この障子みたいなさ、この膜もさ、すごい熱いんだ。あとビヨンビヨン伸びるわけだからさ、余計さ、あの生まれるのがさ、ハードモードだと思うんだ。すごいよな、この子たち。おはよう。この子ヒューヒュー言わないね。大丈夫、まだ寝たかったかな。先にね、イソジンつけちゃうよ。
バイキンが入りませんように。はい、体重測ります。そのままでいいよ。こうしちゃう？お顔出るかな。はい、目やにがついてる、かわいい。はい、787g。 ひよひよ言わないからちょっと心配ですが、はい、この子は43番です。なんか人間でさ、人間の赤ちゃんで病院で何、生まれた時にさ産声を上げないとさ、もうやばいじゃん。ダチョウの場合どうなんだよ、産声というか鳴き声というかさ。まだあれかな、卵から出てきたばっかでまだ外界の刺激に慣れていないとか、びっくりしすぎて声が出ないとか。だとすればまだいいんだけど。あー、元気になってきた？元気？元気かい？いいね。だんだん、いいね、いいね。いいよ、いいよ。お眠だったんかな？はい。元気になった、43番。よかった。お次はこの子。さあ、この子は44番になるというか。さて、大丈夫かな？パッカンパッカン。人間である僕ですがさ、この殻をさ、指で破くのというか、割るのさ、一苦労するのにさ、何度も何度も言っちゃうけどさ、この子はすごいよ。ほんとすごいと思う。動物の生命力の凄さを肌でひしひしと感じております。あら、こんにちは。あーね、下ね。なんでケツの方が割れてたんだろう。はい、おはよう。おはよう。目がパッチリしてるね。パッチリくんだ。はい、生命の誕生だ。生命の誕生が前で映ってなかったかもしれない。ここか。さあ、君は44番ちゃんだ。はい、ごめんね。よし、イソジンをつけます。はい、おへそからバイキンが入らないように、ちょい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 。何やらキモい物体もまだまだついてましたが、まあ体がね、乾く頃には大丈夫になると思います。待ってね、足バンドつけてあげるからね。おとなしい子だね。逆に心配になっちゃうよ。はい、むっちりとした足にバンドつけます。待ってね。ごめんね。辛抱して。すぐ終わるから。はいはいはい。はい。44番ちゃん。なんか首がムクムクしてる。首がむっちりしてるね。さて、44番ちゃん、まだ体重を測っておりません。はい、750。
750は今日で一番軽い。はい、750g。はい、44番ちゃんでした。元気になってね。元気に育ってね。さあ、ラストこの子です。この子はまだあれかな？足打ちが始まったばっかりだから、ちょっとだけ助ける感じで。また戻そうかな。はい、ちょっとだけ助ける感じで元に戻します。はい、ということで、はい、うまく取れたかは分かりませんが解除をしてみました。はい、今日生まれたのは40、41、42、43、44ですね。で、この子が、箸打ちがされてました。はい。肝心のこの子たちですか。おお、もう元気だね。いいね。はい、かわいい子たちばっかです。ひょひょ泣いてます。はい、あとは体が乾くのを待って1日経ったらまたひなしゃに連れて行きたいと思います。それでは長らくご視聴いただきありがとうございました。今後もダチョウのひな可愛い姿収めていけたらなと思うので、ぜひチャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。それではミサとオーストリッチファームからコニタンでした。バイバーイ。